私は今岐阜清流レクリエーションフェスティバルが開催されている岐阜メモリアルセンターの芝生広場にいます。こちらでは年齢を問わず誰もが参加できるさまざまな楽しいレクリエーション体験が行われています。楽しいですよ。やっぱ健康でなかったら出てこれないでしょう。楽しい、全部楽しかったよ。いろいろ体験できてすごく楽しかったです。平成29年から、岐阜の清流レクリエーションフェスティバルを開かせていただいているわけでありまして、今日が5年目になると。このコロナ禍の中で心と体の健康がいかに大切かとしみじみ感じておるわけでございますが、今日は大いにのびのびと体を動かしていただきたいと。健康で長生きをしましょう。体を動かすこと、頭を使うこと、楽しむことは元気の秘訣です。ということで、県民みんながレクリエーションに触れることができる大会として毎年開催されている岐阜清流レクリエーションフェスティバル、通称レクフェスの会場から、県政のホットな情報や県内各地のホッとする話題をお届けする岐阜県政ホットライン。今回は岐阜県が目指す県民の活躍を支える健康づくりについて考えてみたいと思います。よく寝る、昼寝をよくする、よく食べて寝ることかな。うわー、盛り上がってますね。熱気が伝わってきます。年配の方からお子さんまでいろんな世代の方が元気に楽しんでらっしゃいます。コロナ禍で家に閉じこもって外に出ることができませんでした。多くの県民の皆さんがレクリエーションで心と体と頭のリフレッシュをしていただく、その最大のイベントがこの岐阜清流レクリエーションフェスティバルであります。これだけ大きいボールなんですけど、重さ1キロしかないので一人で持ってます。離しますよ、はい、まずはこちら金ボールを体験させていただきます。よっ、ナイスキック。一見軽いんですけど、しっかりこう体幹を使わないと飛ばないので体全体を使う競技ですね。あそこは何をやってるんでしょうかね。こんにちは、お願いします。負けた、負けたな、はい、勝利はい、体重前、真ん中でえい、いかん難しいですね。でもすごい楽しいです。皆さんどうでした？面白いよ。面白い、お天気もいい、楽しいですね。お互いった気がします。普段から健康作りで何か運動されてますか？してます。どんなこと？毎朝ラジオ体操してます。毎朝、はい、ちなみに失礼でなければ今おいくつですか？いやー、80です。80代お元気ですね。ところで皆さんは健康寿命という言葉をご存知ですか？健康寿命っていう言葉聞いたことありますか？あります。元気で生きられる年齢はどこまでですかっていう年齢だと思います。皆さんズバリ健康寿命っていう言葉をご存知でしょうか？はい、知ってます。はい、知ってる。元気で長生き。健康寿命とは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指します。高齢化社会の今、いかに長い期間心身ともに自立し健康的に生活することができるかに人々の関心が高まっています。現在の平均寿命と健康寿命との差は男性 8.73 年、女性 12.06 年。病気になった場合、医療費や介護費など金銭的な負担にもつながります。自分はもちろん家族のためにも生涯
健康で過ごすことは大切なことです。参加するすべての人々が健康長寿の素晴らしさを実感し、生涯を通じての健康づくりに取り組むきっかけとなるよう、全国を舞台に毎年行われてきたのが、全国から集まった60歳以上の選手を中心としたスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典、全国健康福祉祭、通称年輪ピック。東京オリンピック・パラリンピックが開催された記念すべき2021年、年輪ピックの開催が予定されていたのがここ岐阜県でした。年輪ピック岐阜は全国から総勢1万人の選手団が参加する予定でした。県では2012年に開催した岐阜清流国体、岐阜清流大会から続くおもてなしの精神を引き継ぎ、さまざまな準備を行いました。総合開会式の会場で選手や観客を出迎える横24メートル、高さ8メートルの巨大な2枚のフラッグをデザインしたのは県内の高校生。お年寄りの方が元気に走り出す様子と、幅広い年代の方が楽しくスポーツをする様子を表現しました。背景の黄色と長良川から飛び出す鮎のかっこいい感じを表現しました。イラストを構成するのは県内の小学生が自分の担当する県について学び、歓迎の思いを一生懸命考えて書いたメッセージと、県内5県域を巡った大会の PR キャラバンにおいて県民の皆さんが自分自身の健康づくり宣言を書き込んだ総数1万5000枚もの木製ピースです。また PR キャラバンでは岐阜大会で行われるレクリエーション種目の体験イベントも行いました。その他、大会に参加する選手を歓迎するために県内の各地域の児童生徒の皆さんが年輪応援団として参加予定であった67全ての選手団の応援のぼり旗や横断幕を作りました。また大会で優秀な成績を収められた方々に授与される表彰状は、東京オリンピック・パラリンピックでも使用された世界に誇る美濃和紙、一枚一枚職人が手すきで作り上げました。一方、大会に出場する各競技の代表選手たちも大会を目前に控え、練習に余念がありません。当然岐阜県で開催しますんで、優勝を目指したいというふうに思っております。出るからにね、優勝したいんです。残念ながら新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い年輪ピックは中止に。しかしながら大会の目的、それはいつまでも健康でいること。その言葉通り、皆さん再び練習を始めていました。朝のストレッチ、夜寝る前のストレッチ、欠かさずやってます。いつも笑ってることです。ジョギング程度です。畑で野菜作り。健やかな人生を送ることは誰もが望むこと。岐阜県ではそんな皆さんをサポートするためのさまざまな活動を行っています。皆さんは生活習慣病をご存知ですか？生活習慣病とは、食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなど生活習慣が原因となって発症する糖尿病、高血圧症、心筋梗塞、脳卒中などのことを指します。実はその生活習慣病が原因となって認知症や
寝たきりになる人が増えているのです。目指すのは生涯を通じた健康づくりです。そのためには栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠が重要なことが分かっています。そこで県民の皆様が楽しみながら健康づくりに取り組み、健康を意識するきっかけになるよう、県では市町村と協力して清流の国岐阜健康ポイント事業を行っています。チャレンジシートを市町村窓口やホームページなどから取得し、各市町村が設定している健康づくりメニューに取り組み、ポイントを貯めます。所定のポイントを達成したら、チャレンジシートを市町村指定の窓口へ提出して特典が受けられます。特典は県内の協力店でお得なサービスが受けられるミナモ健康カードの交付と、健康グッズや県産品などが当たる抽選に応募できることです。こちらは住民の方が健康づくりメニューに取り組み、ポイントがたまった様子です。じゃあ健康相談を受けていただきましたので1ポイントですね、はい、市民の方々には何か変化を感じられていますか？健康ポイントを集めるために皆さん楽しみながら検診だったり健康づくりに取り組んでいただける方が増えたなという印象を持っています。さらに働き盛り世代の方々の健康づくりを促すため、食生活の改善や運動習慣の定着など、職場における従業員の健康づくりに意欲のある企業に清流の国岐阜健康経営宣言を行っていただき、健康経営宣言企業として登録、その数は476社にも上ります。県はそれらの企業に対して健康づくりに向けたセミナーや手軽にできる運動実践講座の開催のほか、定期的に健康づくりの情報を提供しています。中でも特に有料な取り組みを行い、県内企業の目標となる企業を清流の国岐阜健康経営優良企業として、これまで13社を表彰しています。第一生命グループではお客様の健康を望む気持ちに応えていく社会的責任を果たすために、社員も自分の健康に留意し積極的に健康増進に励むべきというふうに考えています。地域思いやりトップバンクというコンセプトで活動しているものですから、地域に先駆けて残業時間の短縮ですとか、メモリアル休暇というそういう制度を取り入れたり、健康診断、それからメンタルケアの制度を充実したいと取り組んでまいりました。企業っていうのは社員が第一ですので、健康経営のメリットっていうのは会社もそれで成長していけますので、社員を大切にすることが会社の最大のメリットなのかなというふうに考えております。その他にも県民の健康寿命を伸ばすために協力していただける企業や団体を広く募集し、岐阜健康づくり応援団体として登録、企業や団体自らが野菜ファーストの啓発など積極的に県民の健康づくりを支援する取り組みを行っています。その他、健康寿命を延伸させる取り組みとして、子どもから高齢者まで障害の有無にかかわらず、県民の誰もがそれぞれ一つはレクリエーションを実践することで、体、心、頭の健康を増進させ健康長寿につなげるミナレク運動を推進しています。岐阜清流レクリエーションフェスティバルもミナレク運動の一つなのです。皆さん本当にお元気で楽しそうです。そんな元気な高齢者の代表ともいえるのが、年リンピックに参加予定だった選手の皆さん。蟹市にあるダンススタジオ、社交ダンスを愛する方々が集まりダンスを楽しんでいます。三島悟さん、妙子さんご夫妻は
昨年岐阜県で開催される予定だったメンリンピックダンススポーツの岐阜県代表選手でした。まあ、すごく楽しみにしてましたよ。そうですね。まあ、それはもう、ね、自分たちの県でやるわけですから特別な大会ですよね、やっぱりね。そんな三島さんご夫妻のダンス歴は長い。最初にダンスを始めたのは大学時代、両方が別の大学でやってて一緒に活動をやってたんですね。ダンスがきっかけで人生のパートナーとなったお二人ですが、仕事と子育てでダンスを楽しむ時間はすっかりなくなっていました。しかし子育てが一段落した今から20年前のこと、ダンスの競技会をねたまたま見に行ったんですよね。その時に、面白いねって思い出したんですよね。で、まあ、僕大学の時ちょっとやってたからあのくらいやるかもしれないなんていうふうに思ってもう一遍やってみよう。あ、そうですかっていう感じしかし実際に始めてみると見た目以上にダンススポーツはハードなスポーツ。初めて出た大会では無残にも予選落ちをしてしまいます。しかしその屈辱が二人の負けん気に火をつけました。さすがにちょっと悔しくてですね、もちろん踊ることは練習はつらかったですけど、でも次はやっぱりもう少しって言って一生懸命練習した時に次の試合は優勝できたんですよ。いや、もっとやれるもっとやれるというそういう気持ちになりましたね。こうしてダンスの虜となっていったお二人、それにしても70代とは思えぬ美しいスタイルと身のこなしです。その元気のわけは日々の練習と社交ダンスの美意識から来るものなのだそうです。男の人も女の人もちょっとおしゃれをして出かけるっていう感じなので非常にいいことじゃないかなと思います。きちっとした身なりで行かないとなんかだらしなく思われるのは嫌だなっていう気は常にありますね。そんな2人にとって6年前から岐阜県の代表として参加し始めた年輪ピックとは。過去に長崎と和歌山と2回出ました。すごく正直なところ面白かったですね。自分たち上の人たちがしかもあんなに大きな大会でというようになるとワクワクしましたし素晴らしいなと思いましたね。これから先も行きたいんでしょうけど今度は予選で勝てるかどうか分からなくなってなんせ予選がありますからね。ダンススポーツを通して夫婦仲良く健康的に充実した生活を送られている三島さんご夫妻、いつまでも元気に踊っていてくださいね。多治見市の古田澄子さん、古田さんもまた年輪ピックに出場する予定だった岐阜県代表選手のお一人です。やっぱり自分の好きなことをやりたいっていうとなんか前向きになれますね。これはやっぱ楽しいことですか。まあ苦しみもありますけど生活の一部みたいなもので。到着したのは多治見市運動公園の中にある弓道場。こちらで週2回、古田さんは矢を射る練習を行っています。到着早々行うのは巻き藁への試し打ち。このほうづけって言いますけどここにそのままスパンとまっすぐ手が離れればまっすぐ飛んでいくんですよね。でもここでちょこっと浮くことによって28メートル先に飛んでいく矢は正直にそのように飛んできますので。そんな古田さんが弓道を始めたのは高校1年の時。結果が出せれたんですよね。高校1年の時には東海大会に、で2年生の時にはインターハイと国体にて、卒業した年が岐阜国体でしたので、うわーという歓声が自分の中にこう攻めてくるようなすっごい感動を覚えたんです。未だにまだ残ってます、強烈に。まさに弓道が青春そのものだったという古田さん。ご主人を6年前に亡くされたことを機に再び弓道に没頭します。そんな古田さんが74歳になった今も美しい立ち姿を維持できるのは弓道の厳格な所作を守っているからなのだそうです。
これは弓と矢の運びを図解されたものなんですけど、初心者でもそれが8段10段の方でも同じことをします。やっぱり当てるっていうのは快感なんですよね。でそれを得るためにはきちっとした基本ができてないとできないですので、歩く時でも背筋が伸びてますねって言われますね。しっかりとした所作を繰り返すことで作られる姿勢の良さ、これこそが古田さんの若さの秘訣なんだそうです。現在はご自身が選手というだけではなく指導者としても活躍する古田さん。もう私の人生の中で振り返ってみても弓道を抜きにしたら語れないんですよね。もう本当に人生を豊かにしてくれたのは弓道なんですよね。で友達もでき、自分の思い出も何もかも全部弓道を通してたんですね。そんな古田さんにとって中止となった岐阜の年輪ピックには特別な思いがあったのです。自分の中で岐阜の年輪ピックを集大成として参加できればいいなっていう気持ちでいたんです。地元岐阜開催の年輪ピックを弓道人生の集大成にしたいと考えている古田さん。来るべきその日を元気に迎えるために今も日々鍛錬を怠りません。年齢に関係なく楽しみながら体を動かす、それが健康につながり心豊かに生活できることにつながるという考えのもと、県民の健康増進のための活動を推進してきた岐阜県。そんな岐阜県の考え方に賛同してくれているアスリートたちがいます。その一人、岐阜市出身ショートトラックスピードスケートの選手として冬季オリンピック3大会に出場、引退後はスポーツキャスターとして活躍しつつ日本ウォーキング協会の親善大使にも選ばれた年輪ピック岐阜2021の応援大使、勅使河原郁恵さんです。こちらでは勅使河原郁恵さんによるウォーキング教室が開催されるということで、私も参加させていただきます。3つのポイントちょっとお伝えしたいなというふうに思います。まず腕の振り、皆さんどんな振りで歩いてます？肘から後ろに引く感じ、引く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 ってちょっとイメージしてください。後ろに引く引く、でポイントは前に出さないというのは、引いたら反動で腕って戻ってきます。なので力を入れない。そして2つ目はかかとから着地して前に体重移動して、最後は親指でグッと押し切るようなイメージをしてみてください。そして最後は目線ですね。目線10メートルぐらい先を見るようなイメージをしてください。そうするとすごくね、整った姿勢で歩くことができます。今日はね、いつもよりちょっと大股を意識してね、指先使いましょう。指先大丈夫ですか？気持ちよく歩きましょう。足をしっかり使ってグッグッとね。ボールはちょっと軽いんです。なのでこう持ったりね。いやー、びっくりしました。なんかお話伺ってたら60代70代80代近い方とかが多いそうなんですけど、息一つ切れてないしね。お母さんもうすぐ80っておっしゃってましたけど、もうこの肌の綺麗なこと、もうだって姿勢が美しいですもんね。足元から健康にとってはやっぱり運動ってすごく欠かせないことだというふうに思うので、ぜひ皆さん何でもいいんですよね。ウォーキングでもいいですし、レクリエーションでもいいので、好きなことを見つけてぜひやってみてください。続いても年輪ピック岐阜2021応援大使でお母さんと一緒の10代目体操のお兄さんであり、あの水面体操を作ったひろみちお兄さんこと佐藤ひろみちさんです。まもなくひろみちお兄さんの体操教室が始まります。すごく楽しみです。人差し指と小指をこう上げて狐さんね。でうさぎさんって言ったら、さっき狐さんの口になってたところを上に上げてうさぎさん、中指と薬指、うん、そう、はい狐さんはいうさぎさん、うん、なんか久しぶりにみんな自分の指じっくり見てんじゃないのこれ。狐とうさぎさんをせーの取り替えて
や難しいですね結構本当に。そうなんです、脳が鍛えられますね。ね、でもね、ちょっとこう刺激を与えるだけで脳が活性化しますので、体もそうなんですけど、うん、この脳と筋肉の反応の速さはね、だんだん鍛えられますから、はい、はい、ぜひね、皆さんもね、こうちょっとキツネを、ウサギを思い出しながら、ね、うん、お家でやってもらいたいなと思います。はい、健康って皆さん失ってから健康っていいなって思う方が多いんですけど、やっぱり一番大事なことっていうのは健康なうちに健康に気づくことですので、ぜひですね、皆さんどんどん体を動かす機会を作って、みんなで健康寿命を上げていきたいなと思います。健康体操、筋トレ体操、フォークダンス、いろいろ体験できてすごく楽しかったです。皆さんの顔を見て笑いであったり言葉であったり、やっぱりすごく運動すること大切だなっていうことを改めて感じました。バランスのいい食事と、あとぐっすり眠る。60歳以上の元気な皆さんがその力を競い合う全国的なイベント、年輪ピック。中でも昨年岐阜で開催予定だった年輪ピック岐阜は、岐阜県に住む多くの人々が開催を待ち望んでいました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となりましたが、多くの県民の皆さんの全国の選手に向けたおもてなしの取り組みはレクフェス会場で披露となりました。しかし岐阜県で開催したいという熱い気持ちがなくなったわけではありません。年輪ピックですね、令和7年度ということで開催決定いたしました。先日来る2025年の開催が決定したのです。県では年輪ピックの開催やミナレク運動などをきっかけに、これからも県民の健康づくりや生きがい作りの取り組みを進めていきます。いかがでしたか今回の岐阜県政ホットライン。元気に活躍する皆さんにご登場いただきながら、岐阜県民の活躍を支える健康づくりの取り組みについてご紹介してきました。番組をご覧いただき刺激を受けた方も多いのではないでしょうか。健康は宝です。さあ元気のためのチャレンジを始めてみましょう。